皆さんこんにちは、岸と申します。さあちょっと遅くなっちゃったね。ガーデンオブバンバンチャプター6が出てたんですけれども、ついに実況できるという。さあいつも通り、あ、時計がビターギグルになってる。行方不明の子供を探す親にとって時間はデリケートな問題だ。時計をクリックして時間を進めよう。はい、どんどん進める。お、黒板に何か書かれてるぞ。さあ、あ、隠れるみたいな選択肢がありますね。さあ時計を進めていくと、おお、ハイド、隠れるを選びましたね。時計を進めると音が鳴り止みました。いつもね、このね、12時で音が止むような気がする。あれ、プロテクトザクイーンにバッテンがついたぞ。さあ時計を進めると、ハテナになってるぞ、真ん中が。さあ始まりました。おシェリフ、久しぶり。上の階で何が起こってるのかを考えただけ。ちょっと早い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 って。甘やかすつもりはない。大変なことに巻き込まれているよ、パートナー。何に巻き込まれているんだ。ここには長くはいられないよ。君が消化しやすい鋭い歯で丸飲みにされたいならいていいけど。え、なんか来んのここに。ねえ、怖いこと言うな。お、びっくりした。あれ、スティンゴウリンじゃん。なんかすげえ縮んでない。めっちゃしぼんでるぞ、風船みたいに。ちょっとパンツのなんか見せてもらっていいですか。よほほほほほ、パンツも見せてもらっていいですか。いやー、マウスの右ボタンを押しておもちゃを探す。ドローンはいつも通り動かせるんですかね。お、カードキーがあるぞ。よし、このカードキーでこれを、はい、押せるようになるんだな。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これで開くのか。あ、なんかヒヒ言ってる、ヒヒ言ってる、ヒヒ言ってる。なになに、早速なんか来る。あれ、ビターギグル、あれがここから出るチケットだよ、パートナー。だって、え、あ、カードキーのこと言ってたんだね。お前は一緒に来ないのか。ねえ、なんか笑い声してたんだよ。一緒に来てくれよ、怖いんだよ。わ、絶対なんか下から出てくるやん、これちょっと怖いわ。ねえ、シェリフ、シェリフ来てくれよ。俺だけに行かせるつもりか。ついてきて身を隠せる場所を知ってるから。あー、おい、ついてきてって、もう俺が先に行ってんだけど。ねえ、逆、俺のセリフだってそれ。俺についてこい、シェリフ。いやー、うわー、怖いなー。暗いと、やけにだだっ広いところだな。しょうがねえ、ちょっとシェリフのね、はい、この物陰に隠れながら行こうか。こいつをだ、何か出てきたらこいつを盾にしよう。いや、相変わらずツルツルしてんの。あああああ、びっくりした。いや、音量マックスにしてるからさ、で、部屋真っ暗にしてるからさ、ちょっと待って、何も見えないんだけど。あの扉を目指せばいいわけね。うわうわうわ、なんか来るだろこれ。なんか来てんのかな。シェリフ待って待ってって、うわうわ、びっくりした。ちょっと待ってくれよ。あ、壁画があるぞ。いやー、今いるところはこのストレージベイだね。ちょっと待ってくれよ。何なんだここ。あー、 PV に出てたとこだね、これね。私はこの場所が恋しくないのか。あなたのような人に捨てられた後にここに避難してきたんだ。あなたのような人に、どのような人だ。主人公が相変わらずよく分かってないからな、どんな感じなのか。寒くて、寂しい数々の夜をここで過ごした。女王とビターギグルと他の数人に見つかったし、事態が好転すると信じてたのは愚かだった。思い出話してんだね。でもここに来たよ、振り出しに戻ったね。ああ、なるほどね、こっから始まったんだ。前にも言ったように私たちは女王の杖、セプターを取り戻すとね。はい、そういうことですね。二度と使わなくて済むように強力な力を持ってるんですかね、杖はね。ここにいる、この階のいろんなセクターにある4つのスイッチをオンにするとドアが開くよ。なるほど、いろんなところに行くんですね。そしてスイッチを押したら全部、まあ、進むと。よしよし、シェリフの話だとね、ここのね、扉を開けるためにはこれ杖がある場所なんだろうね。4つのなんかスイッチを、うん、4箇所なんかね、スイッチを探しに行かなきゃいけないらしい。というわけで、ちょっと先に進んでみましょうか。うわー、ちょっと怖いわー。真っ黒だもん、真っ暗だもんね。あ、向こうでなんか光ってるよ。ねえ、ちょっと行ってみよっか。よーし。あそこまで行けるかな。なんか落ちたりしないかな。大丈夫これ。うわ、安全なところに行って、だって。怖え。安全なところに行ってとか言われるとなんか、うわあ、うわあ、びっくりした。マジでびっくりした。なんだった今の。なんか、あの、ナメクジみたいなやつじゃねえの、そんな感じがするわ。いや、まあ、進む場所はね、多分こっちなんだろうけれどもね。
はい、このボタンを、あ、これでスイッチを押せば明るくなるのか。どうやったらいいんだ。なんかカードキーが必要みたいですけれどもね。ちょっと探しに行きましょうか。お、なんかアスレチックみたいなのがあるぞ。これを行くのかな。このパイプをほっ、これでどっちだ、どっち行くんだ。これこっちか一旦。よいしょっと。あー、くそ、落ちた。え、結構むずくねこれ、このアスレチック。よい、よいしょっと。はい、通るよー。いけた、よっしゃー。いやー、これ結構むずいぞ。よし、これ、こんな飛べる、こんないける。よーし、行くぞ。ジャンプ、いけたー。よしよしよし。なんか無理そうに見えて案外できるね。その上は気をつけて。だって、おい、やめてくれよ、ちょっといきなり言うのねえ。何を気をつけて、もうすでにさ、これ登る時点で気をつけてって言って、シェリフね。ああ、あぶね。あ、この上に一回乗るんだこれ多分。ああ、そういうことだよね、シェリフね。じゃあそうやって言ってくんない。一旦こっちに登った方がいいよってね。危ないよじゃ分かんないでしょ。うわうわ、怖い怖い。もうなんかさ、もうちょっと登りやすくしてくんないかな。あー、怖い怖いんですけどね、怖いんですけど。ちょっと待って、ちょっとヘッドホンずらさして。いや、大声が鳴っちゃったら。あ、なんかある。何これ、クラゲみたいな。置物にビビるアキシ。あ、なんだこれ、ちょっと待って。怖いんだけど、真っ暗で本当に。あ、よし、これ開けられるだろう。ブーだブーだ。ちょっと待ってくれ、どうしたらいいんだ。もうなんか謎のデバイスみたいなのがあるぞ。これを使うのか。あ、なんか取れた、歯車。わ、なんか来た、なんか来た。何こいつ、何こいつ、ちょっと待って、何こいつ、新キャラじゃん。え、ちょっと逃げられないんだけど。音が怖い。何今のやつ、新キャラ。わあ、ちょっと待ってくれ、案外怖いぞ。あ、なんか物が変わってる。あれ、さっき歯車だったよね。これ取ったらまた変なあのやつが出てくるんじゃないの。なんか書いてあるぞ。スペイン語と英語の辞書。変な感じがする。え、ちょっと変な感じがするんだったら逃げようよね。え、変な感じがするんだったら逃げよう。逃げられる。ちょっと、うわ、怖いんだよ本当に。ちょっと待って、やめてくれマジで。あ、さっき、あれ、これさっきはあったか、あったっけ。さあ、開く。あ、さっきのやつじゃん。これ取りたくねえんだけども。これ触ったらまたあいつ出てきちゃうんでしょ、この歯車みたいなやつ。おもちゃに光源が装備された。おもちゃってドローンのこと。あ、ドローンが光るようになる、ドローンが照らしてくれるってこと。ちょっとワープさせてみよう。あれ、ドローン、ここはもう用はないか。ちょっと下降りてみる。あれあれ、バンバンとバンバリーナ。あれ、ちょっと待って、バンバリーナの足が見えるぞ。よし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 、あれだ、さっきのやつは謎だったけれども、とりあえず前に進んだわ。おお、バンバリーナ久しぶりだな。おお、トードスターと話してたのか。おーい、お前無事だったのか、よかった。他人を黙って投獄する人について何か知ってる。いや、ひどいやつだと思うよ。彼女は脱出に成功している、よかった。彼らをよく見れなかった。犯人は信じられないほど賢くて、やることすべてそつなくこなし、とてもハンサムな気がする。あくまでも予測、そうは言ってないよ。私の直感は間違ってないよ。すごいな、自分の勘をすごい信じてるね。さすが刑事だね。さすがシェリフです。お嬢さん、今のところここは安全だ。私の生徒の責任は、まだ生徒って言ってるよ。わー、完全な出席リストがないなら教えられないよ。もし私がそうしたら、もう早い、犯人が見つけないといけないけど、その前に私たちが生きていることを確認しないとね。イントロダクションセクターに移動して最初のスイッチを押して探してみて。スティンガーフリンをここに連れてくるから。おお、さっきのスティンガー、転がってたスティンガーフリンだね。メイソンさん、あれ、メイソンさんってあれじゃね、人間の時の名前だよね多分ね。うわ、なんかかなりさ、お話が、うん、なんだいきなり草の中紛れたのかと思った。おい、バンバリーナ久しぶりだ。でけえな、相変わらずな。怖えな、そして。目と口の周りが赤くて。で、そのなんちゃらセクターっていうのは一体どうやって行くんだい？あ、ほらほら、見て見て。ほら、なんか光ってるよ。これで明かりを灯してくれるんだ。へえ、なるほどね。面白いですね。さあ、これで、ちょっと向こうまで行ってみよう。
この明かりと一緒に行けば、あのさっきのさ、多分ナメクジに襲われたんだよな、トレーラーに出てた。そいつにね、襲われることはないってことじゃないか。安全なところに行って。この明かりがあれば安全なんじゃないのか。やっぱこいつと一緒なら襲われないっぽいな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。いい感じいい感じ。あ、だんだん見えてきた。よっしゃよっしゃよっしゃ、いいじゃんいいじゃん。もうちょっとだ、ドローン頑張れ。シューン。おーっと、なんか扉のところまで来たぞ。これはちょっと、もうちょっと近くに行ってくれないか。何があるんだこれは。お、スイッチがあるぞ。押せない、押せないな。あ、明るいぞ。おー、明るい明るい。あっちに早く行きてえよ、明るいところ行きてえよ。ちょっと怖えよ、暗いところは。あ、さっき見落としてたな。この3つのスイッチのところにさ、なんか押せそうなところがあるんだよ、ああやって。あそこに行ったら、もしかしたら、ほら、光ってるよ。押せた。よし、なんか落ちてる、メモ書きを回収。あれ？ディアマミー。あ、いつものこの、なんか似顔絵だ。なんかこれ、ゾルフィアスだよね。口の周りになんかつけてる子供みてえだな。さあ、不思議なメモ書きを見つけたんですが、これ開いてるよね。よしよしよし、明かりがついたぞ。いや、明かりがつくことでなんて安心感があるんだ。これどこ入ってもいいのかな。全部同じところに行くのかな。全部開く感じ。あれ、ここだけ開いた。そして、あ、なんだ、3つとも同じところ行くんかい。さあ、なんか謎のだだっ広い部屋に来たぞ。なんだこれ。あ、なんか謎解きみたいなやつがあるな。そして上に行けますね。とりあえず上に行ってみようかな。さあ、なんか広いな、ここ。ボス戦がありそうだな。もともと何の部屋なんだろうね、ここ。イントロダクションセクター、うん、まあアメリカ語はちょっと苦手ですね。ということで、さあ、なんだろうね。あ、これ、ここを開けるために下のやつをなんか謎解きすんのかな。ちょっと他には何もないか見ていきましょう。このスイッチ、スイッチじゃないのかこれ。あ、カードキーある。カードキー見っけ、青色だね。さっきの階段の下にあった扉がなんか青色のスイッチだったような気がする。これここ開くんじゃね。なんか出てきそうだな、怖えな。よし、次。ああ、あれ、キャーンじゃないよ。ちょっとあれじゃん、ビターギグルじゃん。あの、みんないなくなったの。おい、怖い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 。お前襲ってくるんだろう。心配しないで、私はあなたを傷つけるつもりはないんだ。油断させといて、取って食うつもりだろう。このままですでにもう十分なダメージだよ。俺のダメージ、それともお前のダメージ。埋め合わせにならないことは分かってるけど、本当にごめんなさい。心からそう思っている。反省してる、本当にお前。そう言いながらなんか取って 食おうとかそういうわけじゃないよな。自分を抑えることができなかった。どういうことだ、操られてたのかお前。私は結果を知ってたから先にそれを言っちゃって愚かなジョークになっちゃった。そして今ジョーはおそらく私のせいで死んでしまったから、ジョークで笑っちゃって。前回ね、はい、ジョー大笑いしてましたけれども、あなたが私を許してくれなくても責めるつもりはないけど、もし君が許してくれたらとても嬉しい。難しいな日本語が。ふふふじゃなくてね、私がしたことの埋め合わせをするために私はこれから最善を尽くす。あ、味方になってくれるってこと。うわー、なんか怖えな。お、こいつが助けてくれるっぽいぞ。ついてこい的な。何、こっち行けって、お前が行けって、なんかお前が行けって顔してんな。もうシェリフといいさ、もう俺が案内するよみたいなこと言っときながらさ、結局これがいつもね、こうやって謎解きとかする羽目になるんだよ。これ押せばいいの。なんだ、何も起こりませんが、騙されたのかこれ、ひょっとして。あ、なんかあるぞ、なんかあった。ヘッドホン、なんだ、何するやつなんだ。チキンビア。おい、なんかヒントくれよ、見てないでね。えこのあれだな、謎解きをやっていけばいいのかな。さあ、このね、4つの椅子にテーブルが1つある上になんか光るスイッチがあるんだよね。うん、ということはこの、あ、なるほど、椅子の色、ビリジアンっぽい緑と薄いエメラルドグリーンみたいなやつ、椅子が2つずつあるテーブルのやつを、まず押してっていう感じで、うん、もう6個もある。これかな、これをまず1回目に押して、で次は、この深い緑の椅子が2つあるところ、どれだ、これかな。でもね、2箇所あったよな、あの表だと。あ、あれだ。でね、隣り合ってなかったんだよね、確かね。
はい、というわけでこれを押す。はい、こんな感じでちょっと押していきましょう。はい、次はこれかな。これ押して、はい、これこれ最後これだね。よし、ピンポン。これで、あ、なるほど、この対応した緑のランプがこれ灯ったってわけだね。これがあと2つあるっていう感じか。さあ、2つ目の扉がじゃなくて、はい、電球がつきました。あとはこの赤色のね、電気をね、灯せばいいというわけだね。よーし、最後の1個、どれだどれだどれだ、あれだな。よっしゃ、ジャンピングスイッチを押し、オッケー。これで3つのライトが灯ったぞ。何のためにある？お前全く役に立たねえな、おい突っ立ってるだけか。ちょっとは手伝ってくれよ。さあ、あ、もう一個あんの。あ、2階にもそういえばライトあったっていうか、なんか2階にもあったような気がするんだよな、なんか。ここにも扉がある。あ、そうそう、この扉を開けるために、わあ、これちょっと待って、これ覚えなきゃいけないじゃん。これ2階までまた見るのめんどくせえな。あ、これで、なるほど。あ、なんかプロジェクター、これプロジェクターっぽいぞ。あ、あのスクリーンに映せばいいんだね。これでいいのかな。で、あー、すべてあそこのスクリーンに集めるっていうことですね。これちょっと気になるな。ここ開けてみたいな。後で開けようぜ。もう最後にこのプロジェクター使った人誰、本当に。また合わせやすいようにしといてくださいよ。めっちゃ遠くになってるよ。よし、はい、これでアウト。これで下のプロジェクターも合わせればいいわけですね。あの青色のも多分動かせるはず。ビターギグル、お前も手伝えって。本当にあいつ見てるだけだな、もう。よし、あと1回会えば会うかな。はい、オッケー、やった。なんだ、隠れなきゃ、ここに入って。ちょっと待って、あそこ開けたかったのに。ねえ、ちょっと待って、これ 3,2,1。 あ、ちょいちょいちょい、あ、ギリ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 だった。ちょっとどうなるか試したかったような気もするけど。再生中のビデオが終了するまで待たないと。何が行われるのか。一言も喋るな。お前喋ってんじゃねえか。ねえ、ちょっとシーとかでやってくれよ。何？なんでここだけ英語？ It's your friend, バンバン。Your friend, バンバン。I need your friend. お前の助けが必要だ、バンバン。なんで今んとこだけ英語だった？字幕、彼はもういなくなったの？このドアを開けようなんて思わないで。このドアって、これ開けてみてって言われてる。開けてみてって言われてる。開けてみてって言われてる。ちょっと開けてみる。開けてみようぜ。え、怖い怖い怖い。ほら、子供は先に行っていいよ。なんもいないよ。あ、なんか。あー、びっくりした。びっくりした。んこれ、何かがこっちに来ている。あ、これ隠れるところからか。あ、ちょ、え、閉められてんの、閉められたんだけど。おい、ビターギグル、お前、おい、ちょっと、何これ、ねえ。入れてくれよ、ビターギグル。いやいやいや、もうちょっと待ってくれよ。おい、待て、ビターギグル、お前だけなんか、スタコラ逃げてるぞ、もう、本当に。ちょっと俺を待ってくれって、何考えてんだ、あいつ。おい、閉めただろ、お前。We gotta wait. いや、無視すんな。くっそー。あ、閉めてる閉めてる。あー、もうなんだよ、もう。さっき子供が、子供から行けって言ってたよな。ちょっとピンときたんだけどさ、ちょっともう一回確かめてみ、もう一回開けていい？多分だけど、ほら、子供は先に行っていいよ。あの、なんかね、トレーラーに出てきたナメクジみたいなやつが入ってくるんじゃね？多分。ほら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 、暗がりにいたやつこいつだよね。よし、ちょっと今度はビターギグルを縦にね。ちょっとこのまま待機してみましょう。このドアを開けようなんて思わないでね。うん、開けてみて、嫌です。開けてみて、嫌です。開けて、開けろっつって。わーわー、怖い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 。オープンアップ、オープンアップ、オープンアップ。なんで初めだけ英語だったの。明かりが点灯しているね。思ったよりひどいんだ。そしてそれは全てお前のせいなの。お前のせいなのか。私たちはあなたが来た場所に戻るべきだ。帰り道には保安官が目の前で私を消してしまわないように気を紛らわせるようなジョークを考えよう。あ、そっか、お前たちは敵対してるもんな。あ、あ、行った。
開いたぞ、一人でに開いたぞ。これが一番怖かったりし、あれ、あ、このスイッチ1個目やった、このマークがついてるんだね。これと同じようなスイッチをあと3つ開けなきゃいけない。あ、明るくなってる。なるほど、あのなんかナメクジみたいなやつら暗いところでしか活動できないんだな、多分な。うん、でも入ってきてたけどね、ここにこの子供がね、こうやってキューって入ってきてたけど、あ、ビターギグルついてくるよ、ほらついてくるよ。歩き方、こいつの歩き方面白いんだよな、なんかな。よし、行こうぜ、戻ろうぜ。うわー、暗闇から、歩いてくるビターギグルめっちゃ怖いんだけど。あ、なんかファンファンファーンとか言ったぞ、今。なんだったの、今。あ、ダッターだって。なに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 、なん、女の子の声だったぞ。なになになに、めっちゃ声すんだけど。怖い。ちょっと怖いって、ほんとに。安全なところに行って、あれ、ドローン どこ行った、怖ー、怖いで、お前も怖いな。ちょっとそこにいたらドローンが、ちょっとドローンが進まないじゃないか。ビターギグル邪魔なんだが、あ、見てる見てる。バンバリーナとシェリフがこっち見てるぞ。なんか来たっつって、あ、なんかバリケード気づいてる、あいつら。ほら、こんなのあったっけ。ねえ、ほら、ビターギグルが来たから、おい、お前ら安心してくれ。君には度胸があるね、ビターギグル。ここに現れるだなんて。ほら、入れないよ。ほら、入れない。本当にここに入れると思ったのつって。喧嘩はやめろって。そして、それが誰かを見て、犯罪と戦う私のパートナーは、手を組んでることが判明されて、俺も敵とみなされてる。私は嫌な予感がしたんだ。だって、あなたは他の犯罪者のために餌にしたかったけど、女王はあなたにチャンスを、女王は、直感にした。お前の直感は当てにならない。お前の直感は当てにならない。いたずら者目だって。おい、バンバリーナ、なんか弁解してくれ。パートナーは必要ない。私たちはリトルピークにを見つけて、一緒にあんたみたいなモンスターを世界から追い出すから。おい、バンバリーナ、お前は俺の味方だろ。あ、あ、ぬ、あ、ナメクジ、あ、バンバリーナちゃん、いや、君を助ける。だって、ここから出るぞ。だって、ちょっと待って、ビターギグル、おい、おい、ちょっと待ってって、バンバリーナが連れ去られたんだぞ。で、シェリフどこ行った、あれ、シェリフ、君を助けるっつって、あれかな、あっち行っちゃったのかな。わかりました、今のところは安全だね。だからそれがあるんだね。あ、スティンガーフリンだ、目覚めてんじゃん。おっと、君たちだったか。破壊のコンビだね、君のせいでこうなったんでしょう。あ、そうなんだ、お前やけに縮んだな。私はそうしたんだ。そして埋め合わせをしようと思っている。やっぱ悪く思ってんのかな、ビターギグルは。あなたが自分自身を取り戻すのを見たいと思う人はきっともういないはず。じゃあ、何が言いたいの？そもそもどうやって話すの？ジェリーフィッシュに脳みそ、またジョーク言ってるぞ、なんか。ドアの他のスイッチをオンにしよう。次はポテンシャルセクターに行こう。あー、なるほど。一応杖をね、これ開ける手伝いをね、してくる。まあ、目的は一緒なんだよな、みんなな。いやー、ちょっと待ってくれ。次はどこ行けばいいんだ？だんだんと登場人物がね、増えてってますね。お前そこで待ってる気？ね。次は、次はあそこだとか言っときながら、俺に行かせるんだろう、そうやって。わかったよ、一人で行ってくるよ。これ近づけば、あ、よかった、ドローンいらないじゃね？これで。よかった。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やったぜ。これ楽だ。これは楽。ドローンがなくてもこれで進めるぞ。あ、あれ？カボブマンじゃん。カボブマン。こんなところに、お前バンバンに背負われてたよな、そういえばな。あれ、目が白いぞ。ちょっとどいてくださいます？まあいいや、とりあえずカードキー手に入れたから、これは多分入れますよね。入れるよね。よし、行ってみましょう。さあ、え？何あれ？何あれ？このバッテンのところはね、いつもね、ここにね、ドローンを移動しなさいっていうマークなんだけど、とりあえず移動させとこうか。で、これは何？どういう状況なの？半分半分になってる。こっちに来いよ、仲直りしよう。無理だよ、あなたのジョークはゴミ同然。あ、それぞれが自我を持っている？てか、すごいな、お前、片足で立てて。あなたは片足しかない。ウサギのようにぴょんぴょん飛び回ってると、誰もが君のことを、それを防ぐためには一緒に戻らなきゃ。合体できんの？なんなんこいつら。なんか、え、これビターギグル？絶対にない、落ちていく。ああ、俺も落ちた。
追いかけちゃった。いや、ドゥーンじゃなくて。いやー、目覚めました。あ、なんか帽子落ちてるぞ。あ、なるほど。両側にこのなんか鉄の棒みたいな、なんか木の棒みたいなのがあるんだな。これは、あの、カイジみてえだな、なんか。ビビリ橋みてえだな。これドローンにつけられる。あ、なんか下にあるぞ。これはこっちに降りていいのかな。この部屋は散策しないで大丈夫。あそこになんか扉あるけど、あ、あっちも光ってるよ。これは開けられます？開かないね。で、あれは多分カードキーがないと無理でしょう。あ、やっぱり下行くんだ。はい、これで、あー油断した。あそこに行けばいいんだな。とよし、あーもう器用にまた飛び乗ってしまった。アレグリアみたいなことしちゃった。よっしゃー、行って、足行って、なんか落ちてるぞ。これカードキーじゃねえか。よーし、これでここには何か、あそこにスイッチがあるぞ。あれをちょっと押してみるか。じゃあドローンで、よし、来た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 。オッケーオッケーオッケー、かっこいいな。よし、ドローンアタック、いけー。止まった。あ、これ以上いけないのか。あのバツを使えばいいんだな。よーし、これはね、もうもう初見じゃないからな、こういうギミックは。結構ね、チャプター3とかでやった記憶がありますから。これをして、はい、次こっちをして、で、上に行けるのかな、これ。さっきの上に行けるような気がする。あ！なんだあいつ。うわー、いろんな色のビターギグがいきなり襲ってくるんだよ。見つける、完全な完璧なジョークは。足を失ったかもしれないけど、最後には報われるはず。なんかレースかなんかしてんの。落ち込むなって。これ当たったらやられる。ちょっと飛び乗ってみようか。はい、せーの、ジャーンプ。あ、ダメだ。あー、こいつは一応味方的な、味方なのかわかんないけど、顔見たかったな。なんだ、襲われるかと思ったぜ。こっちは、うわー、なんか出てきそうだな。怖えな、ここいきなり出てくるのやめてよ。なんもない。なんか隠されてそうだな、ここ。あー、どこ、あー、ここか。よかった。一瞬マジで焦ったわ。バグったのかと思った。暗闇バグ。さあ、戻って参りましょう。お、バンバン？バンバン！お前そんなに、なんか、ショッキングな赤だったっけ、色。おい、バンバン！カボムマン見つけたぞ、お前の。回避するケースは前にも見たことがあるけど、これほどおかしい。あなたあまりおしゃべりじゃないから、重要な理由があってここにいるんじゃないかな。そうじゃないと命がけでここに来ることはないよ。なんであれ、私は君と一緒に行くよ。お、どんどんと仲間になっていくな。そしてお前も何もしないのかなあ、バンバン。お前も何もしてくれなさそうだな。ビターギグルも何もしてくれないで、なんか真っ二つになって下に落ちてったけど、もう訳がわからないな。入れ替わり立ち替わり、お前たちは俺をあの苔にするのが好きだな。で、何をすればいいんだ。あ、そうだ、このバッテン、こっから来たんだもんね。よし、ここのバッテンにドローンを連れてくればスイッチが押せるんじゃないか。はい、ポロリーン。何が起こった、何のポロリーン音なんだろうな。あ、さっきここついてなかったよね。これいけるってことか。バンバン、お前見てるとちょっと目痛いわ。お前そんなチカチカしてたっけ。なんかちょっと見ない間に輝き出した。お前本当にバンバンか。うわ、怖い、暗い。あ、こっち見ながらずいずい進んでいくな、お前。おーい、暗くて分かんなかった、一瞬暗すぎるんだよ。さあ、あ、うん、真っ赤な部屋でお前擬態してたな。これでなんだこの部屋は。よし、バンバン行くぞ。バンバン、お、来た来た来た。よちよち歩きできた。怖いな、やっぱ。なんだあれ、バンバリーナ、バンバリーナの、そうか、この場所を見て見覚えがあるような気がするけど、でもどこで見たのかは覚えてないな。覚えてないの、記憶が戻ってないんですかね。記憶ってか、まあこいつなんかクローンみたいな感じだったもんな、確かな、博士の。さあ、そしてなんだ、よちよち歩きで向かった先はここに入りたいのかい。この扉を開けるためにはあの謎解きをしなきゃいけないみたいな感じ。あ、ジョウロだ。いつぞやのジョウロ。あー、でも目がついてない。あ、なんかここにスイッチがあるぞ。これは押せる。あ、これ入れるようになってる。あれ、入れないな。一応でもなんだろう、スイッチ、隠しスイッチみたいなの押せたからよかったな。
で、これは何？チェスかなんか？謎解きですね。なんだろう。あ、なるほど。こういうことだ。バンバンの銅像を、バンバンの像をこのライトのところまで、光ってるライトのところまで導けっていうことですかね。あ、なるほど。こうやってやるんですね。よしよし、どんどん。もう、ただのこれ、作業だな。ただの筋トレなんですが、このパズル。よし、これで。よし、ついに、ご対面の時が来たぞ。よし、行け！行ってこい、バンバン！ポロロン。ちゃんちゃん。開いた？開かないね。あ、今度は向こうへ。超めんどくせえな、これ。頑張ってねじゃねえんだよ、おい。ファイトじゃないんだよ。よし、バンバン、行ってこい。2個目だ。よっしゃー、チェックメイトー。これ全部さ、点灯させなきゃいけないの？はい、オッケー。これで、開くんじゃないですか？やったぜ。あれ？あ、開いた、開いた。オッケー、カードキーか。赤のカードキーをゲット。さあ、そしてバンバン、お待たせ。いや、お前もちょっと手伝ってくれよ。重たかったぞ、おい。ここのカードキーだよな。ねえ。これで、はい。ここに入る。おい、ちょい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 、気をつけてだ。なんかぶっ刺さってんじゃん。ねえ。ここで何をしてるの？ちょっと追いかけてみようぜ。にょいん！だって、声かわいいな。あ、なんか落ち通してったぞ。何これ？なんだこれ？鉄パイプみたいな。なんか矢印が今。ねえ、あそこにいる人は君の友達？何あれ？何あいつ？今すぐ降りるように言って。君の、彼の、ゾモツ、あ、ちょ、もう降りてきてよ。仲良くしよう。だって。あいつ、うわー、びっくりした。ちょっと待ってくれよ。音もなく飛んでこないで、マジで。なんか降りてこないと、お前の膵臓食べちゃうぞみたいなこと言ってなかった。恐ろしいやつだな、お前。ベロ出しながらな。お前、この動画でよく食べるね。真似できないぞ。いやー、というわけでですね、今回は前編ということで、また明日後半のね、動画を上げたいと思います。今日はこの辺で、それではまたね！